こんにちは、ようこそ日向の教室へ。本日の講師は私、よしきみちです。どうぞよろしくお願いします。髪切ったのよ。この回から見てる人にとってみたら何のことかさっぱりわかんないと思いますけれども、あいうえおかきくけこ。日向の教室ではですね、声優になろうと思って頑張っている人たちへ向けて、いろんな動画をお送りしております。いる？この説明いる？それはもう日向先生にお任せしましょう。日向先生が、の回、日向先生の回のその頭の部分をちょっとやろうと思ったんですけど、やっぱりうまくいかないですね。今日は、よくですね、これもまたあの生徒さんからよく言われることで、このいろん僕ほらいろんなイメージしてくださいって言うじゃないですか。いろんなイメージしてくださいって言うじゃないですか。まあそれもあるんでしょうけれども、このイメージをするときにそんなパターンが思いつかないんですっていう相談をよく受けます。この1つのパターンとか2つのパターン、3つのパターンぐらいまでいくんですけど、そっからどん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 いろんなイメージというのがなかなか難しいという相談を受けるんですが、皆さんはいかがでしょうか。だいたい何パターンぐらいイメージしたりします？今日はそのちょっとした、なんでしょう、まあまあこれが全てというわけではありませんけれども、このパターンを増やす一つのちょっと方策というかコツというか、一つのパターンを、皆さんに紹介できたらなぁなんて思っておりますよ。夏夏ですね。ここで一旦 CM です。私の吉木道、ただいまですね、銚子電鉄がやっている電車を止めるなという映画、ご存知ですか？知ってるかな。いや前にもいろいろ宣伝してますけれども、徐々にですねまた映画館で、上映できるようになってきております。最近だとね、池袋のヒューマックスさんでね上映やってて、またひょっとしたら、秋ぐらいにもまた上映してくれるんじゃないかなっていう噂が入ってきました。楽しみですね。それから私がいる劇団、電動ナッツとアンチシステムという劇団にいるんですが、なんだよその名前、長えなおい。漢字で書くとこういう感じですね。何なのって話ですけど、まあ劇団名は置いといて、この公演が9月のですね半ばに池袋で公演がございます。おととしに池袋演劇祭というですね老舗の演劇祭があって、結構昔からやってる演劇祭、第31回おととしの演劇祭の大賞をいただいた作品をリメイクしたのを今年、9月にありますので、ぜひぜひお近くの方、ちょっとね時節柄気軽に来られる時期かどうかちょっとまだわからないですけれども、9月に公演やります。そして、配信公演もやります。なので劇場に来られないという方もですね、パソコンとか携帯からも見られます。生配信やりますよ。一つの公演お客さん入ってわーってやってるやつをそのまま生配信もやりつつ、その後ですね2週間ぐらいずっとアーカイブで見られるというのもやりますので、どうぞ地方の方もご覧になってくださいませ。やだね、宣伝やらしいね。いいじゃないの、宣伝させてくださいよ。どんな公演なの？コメディーでございます。よかったらホームページご覧になってください。朝起きてきて、例えばそのどういう、じゃあ例えば例文で、おはよう、何、また朝ごはんこれみたいな。いやいや贅沢言うんじゃないよって話だけどね。おはよう、朝ごはんまたこれみたいな例文があったとして、さっきと言ってることが違うっつうね。まあまあでもなんとなくそういう例文があったとして、どんな言い方をなさいます？ちょっとこの一時停止して考えましょうよ。一時停止してもしなくても、この一時停止の間にさっきの宣伝入れればよかったんじゃない？そうだよね。宣伝入れる場所間違った可能性あるな。これの例えば何パターン想像できました、イメージしましたっていうところを今日はやっていくんですけれども、生徒さんがそういう悩みを持ってきた時に、例えばこういう例文をじゃあやってみようって言って、まあ、想像するじゃない。でこの想像をした時に、今みんなが想像してるやつをさらにちゃんと具体化してイメージする
のが一つ大事だと思う。そもそものイメージがふわっとしていると、最初のおはよう、朝ごはんまたこれなのみたいな言う時にふわっとしたイメージだといけないんじゃないって思う。日本語下手くそだな。でしかもその時にどういう、まあ、アニメなり、実写なり何でもいいんですけど、どういう想像してますっていう感じです。でそこのまず一発目、みんなが思う最初のイメージをとてもとても具体化していくことがまず必要で、例えばおはよう、朝ごはんまたこれなのって言った時に、例えばまだ眠くておはようって言ってパッて見つけて、えまた同じじゃんっていうのを見て、また同じなのっていうのを想像したとして、パターンを広げていく、まあ いくつかまあやり方当然あると思うんですが、その一つとしてこの具体的にイメージしたやつの、ワンシーンを逆のパターンとかでやってみるわけ。つまり今で言うと、朝眠くておはようって言ったとしたら、例えばおはようって時に眠いのをイメージしていたとしたら、朝元気よく起きて、やった今日あなたに楽しい部活がある日だとか、今日あの人に会えるみたいな、ちょっともうよくわかんないけど、とにかくうわーって楽しくておはようっていう真逆のパターンをやってみるとか、あるいは、おはようパッと見て、あ何また朝ごはんこれなのっていう時に、今気づいたってことじゃん。おはようって来てパッと見てまたって気づいたとしたら、今気づいたっていうのが一つ目のパターンだとしたら、もっと前から気づくっていう逆のパターンをやってみるとかね、あっていうのはつまり、おはようって起きた、うんうんって起きた時に、あれこの匂いはって言って、もうその場で気づいて、うわまた同じやつかと思っておはようって言ってもまた違うし、気づいてまたこれっていう時に、例えば何も最初のパターンで見て気づくのと、もしかしてもしかしてひょっとしてと思って見るのとでも多分言い方が全然違うしっていうように、そもそも最初のイメージを具体的にやって、で一つ一つその逆のパターンをやってみるだけでも全然何パターンもできるじゃない。わかる？またこれっていう時になんかちょっと嬉しくて嬉しくて、またこれなの？やったー！なのか、やだなーと思ってまたこれなのか、さっき言ったみたいに見て初めて気づくのか、その匂いで起きるのかだけでも違うし、そうでしょ？そのおはようだってさっき言ったみたいなパターンいくつもあるじゃない？わかるわかる。元気よく言うとかもそうだし、あるいは何家族の人がいたというイメージだとしたら、その家族の顔を見ておはようっていうのか、ちょっと向こうにいておはようって遠目に言うのかっていうのも全然違うじゃん。でもそれは最初にどういうのを具体的にイメージしてるからね。ドア開けてただおはようってなんとなく遠くにいるのをイメージしたとしたら、次は目の前に人がいるっていうのをイメージすればいいしっていうように、一つ具体的にしっかりイメージをするっていう作業をして、それのところどころきちっとイメージしたやつの逆のパターンをやってみるっていうのも一つコツかななんて思います。今日はいろんなパターンをやってみたいんですけれども、全然イメージが思い浮かばないんですよねっていう、お悩みに対する、だから今日は夏休みのこの電話相談室的なものにすればよかったですね。ここに電話を置いて、もしもし今日はどんなお悩みですかみたいな演出にすればよかったですね。もう何言ってんだよこの野郎。というわけで、皆さんのですね、養成所に行ってる人の悩み、あるいはこれから養成所に通おうかなとか思ってる人の悩み、いろんな人の悩みあると思いますけど、ぜひぜひコメント欄に書き込んどいてください。それを見て、おこの質問に答えるぞっていう回をどしどし作っていこうと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。ぜひぜひ皆さん頑張っていきましょう。よしきみちでした。またお会いいたしましょう。それじゃあね、バイバーイ。